鳥居永田神社は、兵庫県神戸市長田区長田町に位置する神社。旧社格は、官兵中社。広田神社、生田神社と共に、神宮皇后以来の歴史を持つ名社とされる。生田神社、港川神社と共に、神戸を代表する神社の一つ。今年の主人を主催神とする。本殿水垣内に、天照大神家、王神天皇を祀る。日本書紀によると、 神宮皇后折衝元年2月、神宮皇后が三冠征服後、白木から南馬に帰還する途中、向こうの水門で船が進まなくなったので、占ったところ、今年ろ主の神より、我を長田国に祭れと神託を受け、創始されたという。この遺書から、平成13年には、鎮座1800年を祝った。太古から、長田神社と呼ばれていたが、長田社、長田宮。 長田の大明神、摂津本宮長田大明神とも呼ばれていた。演起式神明朝では、明神大社、さらに、旧八十五座、現在まで続く神戸の地名は、この神戸職に由来している。文久二年刊行の随筆、雲金随筆、著には、長田神社の追名式神事についての著述が、鬼の差し絵と共に記載されている。 近代社格制度の下で明治4年に県社に、列格し、その後明治18年に、明治天皇の西国巡行の際、初めて官兵社に列し官兵商社に、明治29年には、官兵中社に昇格した。なお、社格昇格の経緯は、同じ神戸市内の生田神社と同様、同時である。平成7年1月17日の阪神、淡路大震災では本殿こそ、 東海を免れたものの大きな被害を受けた。三州殿は震災時避難所となった。宇治子以下の寄進等により平成12年夏に復旧した。現在は境内には鳩が放されている。かつては境内には数百の鶏が飼われており、外国人からはチキンテンプルと呼ばれていた。その由来から祈願の際には境内に鶏を奉納したり、 鳥の絵馬を捧げる風習があった。そしてかつては、うじ子は、鶏肉や卵を一切食さない。また、婦女の葉を鳥の羽を用いて染める風習があった。明治時代末期まで55代、約1000年にわたり大中家が代々新職を務めてきた。旧西国街道から、長田神社に至る山道の中ほど東方、新港川沿いに秘跡が立っている。 明治時代の港川改修のためかつての位置とは異なる。かつては三十坪ほどの丘があり三船山もしくは三船の森と呼ばれており、長田神社付属の土地である。伝説によれば、長田大神鎮座の際、神宮皇后が五千宮を埋めた場所とされており、黄金の船が埋まっていると言われている。近隣の町名、三船通はこの旧跡の伝説にちなんだものである。 地下鉄の長田駅は、長田と案内される。高速長田駅も同様。長田神社、ついな神事、2012.7、29閲覧、http コロンスラッシュスラッシュ NAGATAJINJA.jp スラッシュ html スラッシュインデックス .html 赤月晴れ沖縄、運金随筆、吉川博文館、1927年、10ページ、国宝。 重要文化財大前別館ほか、諸資料国指定文化財等データベース。ありがとうございます。